こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。今日はですね、夏の花ハイビスカスを作っていこうと思います。赤くてすごく可愛い花ですね。それではどうぞ。ではハイビスカスの花を切っていこうと思います。まずハイビスカスの、一番難しいところはこの真ん中ですね。なのでここから切っていきます。こうやって丁寧に切りながら、ちょっと細切れにして切ると多分切りやすいんじゃないかなと思います。こうやってこっち側とこっち側、またねこの山のような形をこうやって細切れにしていくといいです。はい、はい、これが切れたらあとは無心で花びらを切っていきます。まあ、こういう 方向に沿っていってください。こういうストライプのようなものというのは右から左へっていう方向を決めたらずっとそのまま向かっていくっていう感じですね。はい、もう無心でやっていきましょう。でこれ切るときにはここを抜いたらすぐ、この抜いたすぐ横の線、ここですね、ここからやっていくようにしてください。そう、今ちょっと左側からやったんですが、こういうのあんまり良くないですね。右側のを切ったらすぐ横の線から切っていきましょう。まあ、ちょっとはみ出しても全然気にしないです。そしてこの細かいところを、ね、切っていきましょう。でまたここも複雑なので、ここも細切れにしながら切っていくといいですね。はい、抜けました。で、そしたらこの葉っぱを切っていきましょう。ここもこのハイビス花の横を先に切りましょう。そしてこの線で描くところもやっていきます。最初はこうやって線で描いてて、でこっち側にして、このさっきの線の方をゴールにで線を入れていきます。こっちもそうですね。はい、できました。あとは輪郭を抜いていきます。ちょっと複雑な方から抜いていきたいので、
この花びらの方から抜いていきましょう。基本は内側から外側へという切り方がいいと思います。まあでも切れるんだったらね、こうなんか逆に切っちゃっても全然ありだと思います。初心者の方は内側から外側へというふうに切っていきましょう。緑の葉っぱと黒い葉っぱがあります。はい、ハイビスカス切れました。それではハイビスカスの色付けをしていきます。まず色付けたいところをトレーシングペーパーでシャーペンで囲みます。最初はやっぱりこれですかね。この真ん中のところが一番複雑で難しそうなので、これを囲みます。そして色付けたいところ、こんな感じでちょっとグラデーションかな、かけようかなと思います。それをもうマスキングテープとかで留めてもいいですよ。こうしていきます。ちょっと和紙だからこういう細かいところ嫌になっちゃうかもしれないんですが、根気よくやっていきましょう。はい、ここで後ろ側にして糊をつけて、ここ糊がいっぱいついてるのでちょっとずらします。そしてちょっと待って、これも逆じゃないとですね。そしてペタッと貼るとちょうど貼れます。こんな感じ。うん、それからこれは内側がというふうにしたいので、このぼかしがついた和紙で色付けていきます。まずは2枚、なんかそんなたくさんやるとどれがどれだか分かんなくなっちゃうんですよね。本当は1枚ずつの方がいいです。でもちょっと横着な私は2枚やってみようと思います。ここも取りましょう。こう、ね、分かんなくなるんですよね。あ、こうですね。おっと、見えてなかった。すいません。つけました。糊をつけて。ここに、はい、貼りました。こんな感じ、ちょっとぼかしが効いてふわっとなってるの分かりますでしょうか。で、残りの2つもやっていきます。はい、こんな感じ。うん、ちょっと立体的になった感じですごくいいと思います。で、最後はこの辺使いましょう。はい、うん、いいですね。そして最後、ちょっとこの複雑な形のところも取ります。まあなんかいいんですけど、私はこうかぶらないのが好きなので、ここもこうやって取っちゃいますね。全然かぶってもいいよっていう人は1枚でペタッと貼っちゃいましょう。はい、はい、じゃあここで貼ろうと思います。
おっと、ちょっとくっついてしまいます。はい、これでこうやってくると、ちょうどいい。ね、ぴったり。これで花びらがみんな晴れました。あとは葉っぱ。これも夏っぽい葉っぱなので、濃い葉っぱをジャーンとつけたいですね。ちょっと待ってくださいね。夏っぽい葉っぱというか、黄緑の葉っぱがいいので、ちょっと待ってください。こんな緑。いいと思います。これをこうやってまた合わせて、そして、マスキングとテープとかで留めてもいいです。できます。はい。はい、出来上がりました。でしたでしょうか。この夏切り絵頑張りましょう。図案はベースやファンボックスでも取れるので、ベースだったら単品で販売しておりますので、よかったら覗いてみてくださいね。そして SNS の方なんですが、 Twitter、Instagram やっております。 Instagram で作品の方を上げておりますので、よかったら覗いてみてください。そしてお教室の Twitter も始めました。お菓子を買ったりお茶を用意するところも載ってますので、よかったら見てみてくださいね。そして先ほど出てきたファンボックスですが、月々500円で交流ができたりとか、図案が取り放題だったり、楽しいことをいろいろやっていきますので、よかったらこちらもぜひ覗いてみてください。それではありがとうございました。こんにちは、切り絵作家の佐川綾乃です。ファンボックス始めました。支援したい人は支援を、交流したい人は交流できる新しい作家との関わり方です。ブログ更新、ライブ配信、図案が無料で取り放題、その他にも楽しいことをいっぱいやっていきます。月々500円です。ぜひ支援してくれると嬉しいです。ファンボックス佐川綾乃で検索してください。